正少なゴンジエの板正少なゴンジエの板は日本で生まれたシルエットパズルである。似たパズルにタングラムがある。また、正少なゴンジエの板はこのパズルに言及する江戸時代中期の書物の題名でもある。正少なゴンジエの板は直角に等辺三角形を最小単位とした七個の型で成り立っている。内は最小の三角形を1とした時の面積である。 聖書なゴンジェの板の発祥に関して詳しいことは分かっていないが、文献上の書室は1742年に刊行された同名の書籍である。この本の著者は不明であるが、教法年間に三述書や記述の書などを書いた、田賀や玉木キナ河川が著者であると考えられている。翌百四十三年に中根尾越し数学遊の本、患者とぎで、 清少なゴンジエの板に似た六辺の知恵の板について言及している。それ以前については詳しくわかっていない。清少なゴンジエの板とタングラムは共に18世紀頃を作られたと考えられているが、共に正確な発祥はわかっていない。参考文献に挙げた絵と型のパズル特本では、以下の四通りの可能性について言及している。清少なゴンジエの板が日本でタングラムが 中国で、それぞれ独立して誕生した。清少納言寺への板が、日本で生まれ、中国に伝わりタングラムに変わった。タングラムが、中国で生まれ、日本に伝わり、清少納言寺への板に変わった。日本でも、中国でもない国で原型が生まれ、日本と中国に伝わった。このうち、四に関しては裏付ける資料がないため可能性は、低いとしている。 他の可能性として、中国でタングラムの原型となったと考えられている、長羽根キが日本に伝わって、清少なゴンジエの板の原型になったと考える人もいる。清少なゴンジエの板の造形例、釘抜き正償なゴンジエの板は、7辺を使用して、様々な形を作ることができる。古くから知られている、代表的な造形として、右の、釘抜きがある。この形は、 タングラムの7辺で作れない図形でもある。濁音、半濁音を除くひらがな、カタカナ各48文字を作ることもできる。元の正方形を違う組み方で作ることができる。ありがとうございます。